私は現代の絵画を日本の芸術観によって表現したいと思って追求をしてきました。私は現代の絵画を日本の芸術観によって表現したいと思って追求をしてきました。そのために水墨という考え方を手がかりとしてきました。現代では水墨というのは和の絵画であると認識しています。和という概念、和という考え方は日本人にしか分からないのではないか、理解されないのではないかということを心配していました。考えてみたらば、慶応5年に日本が、パリ万博に出品をします。それからもう150年、160年という時間が経っています。日本と西洋との間の文化的な交流は深くて、広いものになっているのは当然です。それを、日本の感覚が西洋人にはわからないなどと思っていた自分の不明さ、それからおごり、そういったものを感じることができました。昨年になって突然にドイツのアーティストたちが私を、アートフェスティバルに招待してくれました。で、その理由として、雲野の絵は伝統的なのだけども新しいというのです。なんであんたたちが俺の絵をわかるんだと、質問してみました。すると彼らは、俺たちはアーティストだと胸を張るんですよね。で、言葉もよく通じないもんで、そんなもんかなと、漠然と思っていました。それが今年になって、ドイツのインゼル・ホンブロイという美術館にあるゲストアトリエで1ヶ月間絵を描く機会を与えられました。で、そこでその美術館に収蔵されているセザンヌの水彩画を見る機会を持つことができました。その水彩画を見ると、セザンヌが日本の和という概念を研究して、何枚も何枚も描いて、理解して自分のものにしているという過程がよく分かりました。以前から、ヨーロッパの印象派以降の人たちが日本の絵画の研究をしているということは知っていましたが、そこまではっきりと明確に、意識して自分たちのものにしているということを、理解できたのは初めてでした。で、逆に、そのことで私自身も非常に気が楽になりまして、自由に表現ができるようになったというのが、この1年間の、私の体験です。会場に足を運んで、ご講覧いただければ幸いです。作家ギャラリートーク「水墨を語る」は20日水曜日14時からの回と17時からの回2回ございます。よろしくお願いいたします。